日本滋賀県犬上郡と与里町、あじき南あじき南は、滋賀県犬上郡と与里町の大技。北は、あじき西、東は四十九院、南東は石畑、南は八つ目、高野瀬、南西は大町、三つ池、西は、彦根市安時中町に隣接している。障子は、以下の通り。江戸期は、あじき南村であり、犬上郡のうち、 彦根藩領。県地は慶長7年。村高959国余りで、幕末まで変わらず。中仙道が村の東南を貫通し、運輸には便利だった。寺院に臨済州不問寺、新州本願寺派法上寺がある。不問寺は天正年間陛下によって消失。慶長年間水中から靴木観音菩薩を奉じ、指導を混流。法上寺は、 現行年間に具話が、回帰、江戸期に現地に移した。明治元年村の一部を49院村に分離。同5年滋賀県に所属。同7年三池村を分離。同13年頃の戸数49、人口216、田40町5貫、畑5町7貫、米山879国、全戸数中半数の24県が麻布、か屋などの輸送販売。 横浜港での動物賞、村内で呉福、太物などの小売りを営んだ。同22年犬上郡と与里村の大技となる。2015年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。